ツイステッドワンダーランドパーソナルストーリー。いやもうだいぶ過ぎたけども、ハロウィンのリリアやっていくよ。おだいぶ過ぎた、もうあれが終わってから、ハロウィンが終わってから。いやだいぶでもないか、12月1日に終わったんだもんな。まあそれなりだろう。ってことで見ていくよ。はい、存分に脅かしてやろうぞからいくよ。もうスキャリーモンスターズ懐かしいぞ。はいはいはい、廊下おエースだ。ハロウィン運営員が会議やってるのってこの辺の教室だったよね。どうした？演出に使う魔法の申請書を提出してこいって言われたけど、あ、厳しいな。演出にも申請が必要なんだ。少し待ってればケイト先輩が寮に戻ってくるってのに、リドル寮長マジせっかち。ああね、もう思い立ったが吉日ってやつだ。もうケイト先輩待ってらんないわけだ。お、セベクだ。シルバー、貴様また寝る気か。ああ、寝てるの。シルバーすぐ寝ちゃうって言うもんね。ん？このでかい声はセベクだよ。やっぱりセベクと、シルバー先輩？おい、こんなところで何してんの？エースか。もうすっごい眠そうな顔してるシルバー。若様とリリア様に飾り付けてご確認いただきたいところがあってな。会議が終わるのを待っている。そんなのスマホで会議終わったら連絡くださいってメッセージしとけばよくない？いや、やっぱね、使える人にメールで一言みたいなのはね、気まずいよね。申し訳ないよね。こんなとこで会議終わるのをずっと待ってなくてもさ。あのお二人をスマホで呼びつけるだと？そんな不敬なことができるか？まあそうなるよね。あっそ、不敬とかはよくわかんねえけど、俺たち一緒に会議が終わるのを待つしかないってことね。一緒に雑談する？あ、そうです。お、ざわざわしてるよ。無言。寝たよ。早速寝たよ、シルバー。ほんとすぐ寝るんだね。シルバー、僕をつっかえ棒のようにして寝るな。いや、寝方。はっ、すまない。セベク、お前声でかすぎ。中で会議してんだから、ボリューム落とせって。ぐ、確かに若様のお仕事の邪魔になってはいけないな。黙って突っ立ってるだけだから眠くなるんじゃねえの？寝るなって何度も怒鳴るくらいなら面白い話の一つでもすれば。いや、もうすごい難易度高いこと言ってるよ。面白い話か。そういえば昨晩若様が、いやもうほんとワレウス大好きだなお前。はい、出た若様。そういうお前だけが盛り上がる話題は禁止。何それ、そういう言われ方してるんだね。なぜだ、世界中誰でも盛り上がる話題だろう。いや、どんだけマレウスのこと好きなの。いや、俺も最近マレウスの壁結構上昇してるけど、上がってるけど。そうだ、例えば茨の国のハロウィンにちなんだ面白い話とかないの？話の振り方がうまいね、エース。どの国でもハロウィンに大きな違いなどないだろう。いや、親父殿から聞いた話だが、ハロウィンは国や文化によってかなり祝い方に違いがあるらしい。そうやって言ってたね。だから急に話題に入ってきたね。先日アズールからサンゴの海のハロウィンの話を聞いたが、茨の谷ともこの学園とも様子が違っていた。あ、そうなの？あの時のレッスン中の時に聞いたのかな。何、そうなのか。では少し話してやろう。お願いします。茨の国では木彫りでランタンを作る。かぼちゃじゃないんだ。用途はかぼちゃのものとあまり変わらないと思うが。でもなんか大変そうじゃない、木彫りの方が。かぼちゃだって中身が柔らかいからまだいいけど。へえ、他には？あとは月が高く夜空に昇る頃、城下の広場でかかしを燃やし仮装をしたものが周りで踊る。いや、怖い。なるほど、真夜中の仮装ダンスパーティーって感じね。そんな軽薄な催しではない。まさに地味毛量がバッコするゴーストの宴だ。いや、どんだけ怖いの。僕は特に10年前のハロウィンのことは思い出すだけで震えが来る。またまた、そんな絶対大げさでしょ。大げさなものか。また声がでかくなってるよ。お前は知らないからそんなことが言えるんだ。そうだな、セベクの言う通りだ。茨の谷のハロウィンは本当に恐ろしい。え、シルバー先輩までそんなこと言って。なんだ、誰だ、リリアか。あー、リリア。いや、もうみんなもうすでにハロウィンの仮装してる。セベック、シルバー、待たせたの。中まで声が聞こえとったぞ。案の定、待つのは構わないが会議中はもう少し静かにしろ。正論。申し訳ございません。あれ、エースちゃんいたんだ。どったの？
書類を出してこいってリドル寮長に言われて持ってきました。はいこれで持って間違えたよ。待ってる間暇だったから茨の谷のハロウィンの話してたんすけど、セベクがあんなに恐ろしいものはないってヒートアップし始めちゃって、へえ茨の谷のハロウィンってそんなに怖いんだ。茨の谷は魔法中心の生活してるって話だけど、飾り付けとかも魔法でする感じ？ああ、飾り付けは魔法を用いたものが多いな。恐ろしさに関しては感じ方にもよるだろうが。気合い入れすぎたんかね。ほら、やっぱセベクたちがビビリなんじゃない？いや、そんなことは。くふふ、セベクがビビリかどうかはともかく。茨の谷のハロウィンが、今ちょっと噛んだよ俺。この学園とはかなり雰囲気が異なるのは確かじゃ。何それ、ケイ君怖い話とか結構好き。そうなの？聞かせてリリアちゃん。同じ軽音部同士仲がいいか。うむ、では茨の谷のハロウィン大使ことこのわしがとくと教えてやろう。一旦終わり。え、何そんなマジモンで怖い話なの？今夜なんですけど動画撮ってるの？やめてよ。パーソナル、リリア2話。なんか仲良さそうでいいよな、みんな。雰囲気が怖い。茨の谷のハロウィンについて、まずどこから話してやったらよいかの。先ほどダイヤモンドが言っていたように、茨の谷はほとんどの生活を魔法に頼っている。そうじゃな。ゆえにハロウィンの飾りのランタンに灯す明かりも LED などではなく火の魔法じゃ。おへえ。ランタンはカボチャではなく全て木彫り。ここまでは聞いたね。ドラゴンやコウモリなど夜の眷属の祖先をかたどったものが多いのが特徴と言えるな。ほんほん。ハロウィン当日、領主である若様が国中のランタン全てに魔法で火を灯す点灯式が執り行われる。いや大変だな、マリウス忙しいね。若様が灯す黄緑色の高貴な炎が灯る様は絶景としか表現しようがない。国中のランタンに魔法で火？マレウス君の魔力マジ半端ないね。だね。茨の谷はバラの王国などに比べて領地も狭く人口も少ない小国だ。大したことじゃない。いや本当か。あでもこの黄緑色の炎ってなんかロマンチックだよね。マレウスが初めロマンチックじゃないか、不気味だけどロマンチックっていうのかな。ちょ語彙力マレウスが初めてランタンに火を灯す役目を女王に仰せつかった日のことを思い出すの。リリア、その話はなんだ、昔話か、聞かせてくれ。張り切ったマレウスが力加減を間違え国中のランタンすべて燃やして大変なことになった。家や畑は燃え、国民総出で朝まで消火活動をしたわい。怒られなかったそれ。その事件は火のハロウィンと呼ばれ、茨の国の歴史に刻まれたんじゃ。それがちょうど10年前なんじゃない？違う？なんと、若様のお力を国民に知らしめた素晴らしい出来事ですね。いや、ほんとお前、大好きなんだから。いや、でも家燃えるとか車輪にならなくね？だいぶね。さすがマレウス君、小さい頃からスケールが違う。でも、マレウス君がお化けの仮装で、トリックオアトリートって、ご近所さんを巡って、お菓子もらってる姿はあまり想像つかないかも。ああ、確かに。どうなんだろう、みんなひれ伏すんじゃない？確かにやったことはない。そもそも茨の国にはハロウィンにお菓子を配る風習がないからな。あ、そうなんだ。へえ、そうなんだ。バラの王国じゃそれがハロウィンのメインイベントって感じだけど。うむ、わしも他国を旅した時初めて菓子を配る風習を知った。そういえばリリア旅したって言ってたね。あれはいい文化じゃ。お菓子をもらって喜ぶ無邪気な子供が可愛い。だからシルバーにもやらせてやりたくて。しかしわしの家は人里と離れていての。ほんほん。ご近所の家々を巡れない代わりにシルバーの相手は全部わしがやっておった。お菓子を入れるバケツが満タンになるまで延々とドアをノックしましたね。可愛いなそんなことやってたのシルバー。へえ、シルバー先輩とリリア先輩ってご近所さんなんですね。いや、むしろ親子なんでしょ。ご近所というか、なんというか、まあ、そうだな、訳ありだね。繰り返し菓子をもらうシルバーは、なんとも愛らしかった。何回やっても嬉しそうに笑っておったの。もう、親父目線だね、本当に。お父さん目線。二人でそんなことをしていたのか？なんじゃ、マレウスもやりたいのか？なんなら今年やってもよいぞ。
リリア、僕をいくつだと思ってる。楽しいことはいくつになってもやってもいいじゃろ。そうだな。皆が楽しければそれで。もし若様がお望みとあらば、私が何度でもお菓子をお渡しします。なんか、セビックにもらうのはちょっとやかな。やらないと言ってるだろう。僕はもう子供じゃない。申し訳ありません。出過ぎた真似をしました。いや、落ち込まないで。くふ、マレスはそういうところがまだ子供なんだと思うんじゃがの。ところでさ、茨の谷のハロウィンは恐ろしいって話だったのに、全然怖い話出てこないじゃん。恐ろしいのは、ジョーカの中央広場に置かれたカカシの周囲で起こることだ。何？茨の谷では、ハロウィン当日の真夜中に、ジョーカ町の中央広場でカカシを燃やす風習がある。へえ。そして燃えるカカシを囲み、ゴーストに仮装した者が朝まで踊り明かすのだが。ああ、さっき言ってた、真夜中の仮装ダンスパーティー？そう、恐ろしいのはカカシを燃やす炎に、照らされながら踊りに興じるリリア様の姿だ。リリアなんだね。特に10年前のハロウィンは一番恐ろしかった。普段のリリア先輩からは想像もつかない禍々しさで。あの日を思い出すと僕ですら肌に霜が降りる心地がする。マレウスすら。だからあのグルービーラストめっちゃ怖いんだ。リリア、そういうことかな。なんじゃお主ら、若気の至りでちょっとハメを外しただけじゃろうが。リリア先輩の踊りって見た目からして全然怖くなさそうな気がするけど、まあ見た目可愛いかな。バスで楽しみだな。お前はあれを見てないからそんなことが言えるんだ。くねる体は毒蛇のようで、笑い声はしゃがれ聞いただけで呪われそうだった。広場の石畳に伸びる影はさながら子供をさらう巨大な鬼。散々な言われよ。子供も大人もその姿に恐れおののき、一目散に家に戻って震えながら悪夢が明けるのを待ったほど。いや、リリア一人で踊ってたの？その夜、リリア先輩の踊りを見た子供の中には、オムラシかな？オムラシをぶり返す者もいたとか。いやいや、さすがに冗談でしょ。マレス君たちもリリアちゃんの冗談に乗っかったりして案外乗り。確かリリアちゃんが、ケオムでたまに見せるダミ声シャウトはちょっと怖いと思うところもあるけど、本気のリリア様先輩は、そんなもんじゃない。くふふ。わしは今でこそディアソムニアのキュートなマスコットとして愛らしさを振りまく立場じゃが、もう自分で言うんだから可愛いけど。茨の谷では脅かし将軍と恐れられておったんじゃ。そんな名前だったの？なんなら今ここで怖い顔をしてみせてやってもいいが、それはハロウィン当日のお楽しみとして取っておくがよかろう。いいんですか、そんなこと言ってハードル上がっちゃいますよ。当日楽しみにしてるね、リリアちゃん。くふふ。ではお望み通り存分に脅かしてやろうぞ。ハロウィン当日が楽しみじゃな。あ、でこれグルービー見れんじゃない？あー、ほらもう怖いもん。喋った。おり？あ、おた。怖いよね。いや、みんな怖いよ。表情が。本当にもう。はい。ということで、リリアのパーソナルストーリーはここまでだね。次、ジャックだね。ジャックは怖いってよりもかっこよかったかな。どっちかっていうと。少し悩んでてからだね。はい。それでは、シアでした。次回ジャックだね。またね。